はい、皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日は以前いただいた、質問に、答えていける限り答えていきたいと思います。まずですね、アイカツプリパラで、好きなキャラクターと、ブランドを教えてくださいということで、一応私と娘の好きなものということなんですけど、私はアイカツは、まずポップ系をすごく推しているので、ビビットキスとレトロクローバーと、あとメチャパニックがすごい好きですね。本当にポップカード、マジカルトイとかもすごい好きですね。で、好きなアイカツのキャラクターは、ミクルちゃんとミツキさんです。ダブル M が大好きです。ちなみに娘はエンジェリーシュガーや、ドリーミークラウンのラブリー系が結構好きですね。やっぱりピンクを結構ベースとしてたりするので好きで。で、キャラクターはやっぱりいちごちゃん推しですね。あかりちゃんも大好きだって言ってましたね。で、プリパラは、私は、そうですね、シルキーハートが最近結構好きですね。あとは、キャンディアラモードとか、やっぱりポップな感じが結構好きで。で、娘は、やっぱりトゥインクルリボン推しですね。そして、好きなキャラクターは、アロマゲドンが結構最近好きです。そして、娘は、ラーラちゃんとソフィーちゃんが大好きです。あと、レオナちゃんもね、最近推してますね。はい。ということで、まずこの質問にお答えしましたね。で、次が、なんかいろいろありましたね。好きな食べ物はということで、まあ、お魚よりお肉が好きな方です。そして子供たちは結構麺類が好きですね。そして好きなフルーツはということで、よく食べるのがパイナップルとか、オレンジとかは私結構よく食べますね。子供たちはリンゴとか、結構そういう方が、みかんとか、ベーシックな感じが好きですね。そして、嫌いな食べ物はということなんですけど、基本的には何でも大丈夫な方なんですけど、で、お赤飯だけがちょっとあまり好きじゃないですね。ちょっと不得意なメニューですね。で、子供たちは比較的によく食べますね。まあ、好きだ、嫌いだは言ってますが、なんだかんだよく食べる二人ですね。そして、好きな、歌はっていうことなんですけど、そうですね、最近はやっぱり今、ラブライブとか、やっぱよく聞いてて、私は多分前も言ったと思うんですけど、スノーハレーションが結構好きです。で、子供は、娘は最近、ラストシングル買ったので、モーメントリングよく聞いてますね。はい。そして、嫌いな教科はということで、私理数系本当に大不得意なので、本当数学、理科、ダメですね。はい、理数系全般ダメでした。で、子供は今のとこまだ2年生なので、特に嫌いとかはないんですけど、ちょっとやっぱ算数に苦手意識をちょっと持ってきてしまっているので、ちょっと3年生に上がるときにどうにか楽しいなっていう意識を持たせて見せていきたいなっていうのは思っています。あとは、プリパラアイカツが、今度新しくなるのに対して、なんか、期待していることとか、ありますかということで、あと不安に思ってることか、ありますかということで、そうですね、新ゲームの情報も、プリパラもね、アイカツも出てきて、アイカツに関しては、まあ、プリパラみたいに、画面が縦長になって、多分タッチパネルとボタンの併用になると思うんですけど、ちょっとそれ楽しみだなって個人的には思っています。ただ娘がちょっとそれが、プレイができる感じなのかどうかっていうのはちょっとやってみないとわからないので、まあ、二人で楽しみにしています。そして、プリパラも、まあ、いろいろね、賛否両論出てるんですけど、個人的にはまあ、楽しくできたらいいかなっていうのは思っています。新枝段もすごく楽しみにしています。はい。あとは、
まあ、プリパラは新キャラクターも出てきますし、アイカツもね、キャラクターが一掃されるので、その辺を楽しみにね、していけたらいいなと思っています。ということで、だらだら喋っていきましたが、とりあえずは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また質問とかいただいたら、まだね、多分答えていないものもあると思うので、また随時ね、答えていけたらいいなと思っております。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。